昭和とこびチャンネルでございます。まあ実はですね、最近夜のバイトをね、今行ってきた帰りなんですけどね、ちょっと今日はね面白い話を聞いたので、まあちょっとね皆様に、お話したいなと思って、今車を運転しながらね、お話してるんですけども、まあ今その、17ライブっていうのがね、まあ、すごく人気があるみたいでね、今日はですね、まあ、その17ライブで月に、ね、200万ぐらい稼いでる方っていうのがね、お客さんでいたんですよね。まあ、そのシングルマザーっていうか、そういう設定らしいんですけどね、まあ、シングルマザーっていうか、その、まあ、顔はすごくね、やっぱ可愛らしい顔してるので、やっぱなるほどな、やっぱビジュアル大事だなっていう感じですよね。でだからそれで配信して、まあそのお客さんを捕まえてね、最初は6時間ぐらい毎日こう一生懸命コツコツやってたらしいんですけども、まあ、すぐ1年ぐらいでね200万ぐらい稼ぐようになったっていうか、まあ、それまでもしかし才能なのかな、まあ、ああいうお水とかね、ああいう本当にこう対面でやるお仕事は本当に今難しいじゃないですか。まあ、だからこそこういう世界ねすごいんじゃないかな、今本当にたくさん稼いでいらっしゃる、ね、100万200万月に稼いでですね、まあ、高級ホテルに、ね、泊まって、まあ、マッサージを、ね、呼ぶようなお金もあるというね、まあ、そういう方がいるんだなという、まあ、これは現代だなって感じですよね。まあ、もし男性の人、僕はその男性の方のマッサージしてたんですけどね、まあ、その方もすごい人気の方で、ね、人気な方らしいんですけど、なんかね、やっぱりこう台湾の方にね、で活躍、台湾の17ライブ、もともと台湾の方らしいですね、17っていうのはね、17で台湾の17で人気な日本人っていう設定でね、やってらっしゃって、まあでもそのなんですかね、お金を投げ銭ですかね、投げ銭で1000万とか2000万とかね、そういうお金を投げるっちゅう、まあ、ようわからないんですけどね、まあ、その一体どっからそのお金出てきたんだな、出てきたんだろうっていう話なんだけども、まあすごいですね、なんかその話を聞いて、いやーなんかこう、時代が動いているなというふうな感じですよね、まあ、うかうかしていられないなと、何か始めなきゃな、まあ、なんて思って、まあ、今、ね、僕は YouTuber、まあ、やっているんですけどね、そう思ったのがまあ、ね、3年ぐらい前からそう思ったから、まあ、YouTube をやったり、まあ、株式投資とか仮想通貨とかね、まあ、いろいろやってるんですけど、なかなかその、まあ、そのうまくいく人といかない人で何が違うのかなと、まあ、本当に思うんですけどね、まあ、そういう意味でなんか、なんだろうな、その人の才能っていうかね、まあ、やっぱ才能なのかな、やっぱりね、なかなかそう簡単にはうまくいかないですね。まあ、そういうことでね、まあ、思うんですけども、まあ、本当に、今世の中ですね、本当にこう変わってきているんだと、もうただただそれを見て、まあ、本当にいろいろ思った次第です。今までだから勉強をね、してきたこととかですね、あまり本当に役に立つんだろうかな。っていう感じですよね。ゲーム感覚というか、この、ね、クリアゲームをクリアしていくような感覚というか、積み上げていくような、そのなんていうかな、ゲーム感覚というのかな、競争心、闘争心というかね、まあ、やっぱりこのライバル意識、ライバルに勝ちたいという気持ちがやっぱり、まあ、何でもこう、まあ、強い人がやっぱ勝つのかもしれない。なんていろいろね、今日は思っちゃいました。うん、そういって皆さんとだからライブでずっと17ライブの人はですね、みんなの気をそらさないような喋りをずっとやっぱり何時間もできる人がやっぱりその中の勝者なんですよね。強者というかね、そういう人がやっぱこう月に何百万円もね稼ぐことができる、まあ、すごい人がいるんだなっていうか、そのいや、そういう人が勝ち組になるような時代が来てるんだなっていうのは
大きな驚きですよね。以上、昭和とこみチャンネルでございます。ご清聴ありがとうございました。